私の身長って今どのくらい？今ちょうど80センチだな。 You're 80 centimeters tall。 じゃあ私とウサギさんだったらどっちが大きい？ウサギの身長って言うとちょっと難しいけど、太鼓だったら60センチくらい高いんじゃないかな。 You're 60 centimeters taller than a rabbit。 じゃあ私とゾウさんだったらどっちが大きい？そりゃゾウがずっと大きいよ。じゃあゾウとゾウムシだったらどっちが大きい？ゾウムシってね、ゾウってつくけど大きさはテントウムシと同じくらいのものもいるからね。 A weevil is no bigger than a ladybug。 じゃあゾウとクジラだったらどっちが大きい？種類にもよるけどクジラの方が大きいよ。じゃあクジラが一番大きな魚？いや、確かにクジラは海にいるけど、あれは魚じゃなくて哺乳類なんだ。じゃあ馬と一緒ってこと？よくわかったね。クジラは馬と同じで魚じゃないんだよ。言い換えるとクジラが魚だっていうのは馬が魚だっていうのと同じ。うわ、これはまさにいわゆるクジラ構文ってやつじゃないか。まさか日常生活でこの例文を使える日が来るとは。いいかい、クジラの構文っていうのはね。なんかつまらなそうだからもうその話聞かない。ねえ、お風呂上がって絵本読んでよ。いいよ。じゃあ今日は腹ペコ青虫にしようかな。